アップル iPad 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 はアップルによって開発及び販売されているタブレット型コンピューターで iPad シリーズの第3世代に当たる機種。同じ名称であった iPad シリーズの第1世代に当たる機種及び先代の iPad2 と区別するためアップルなどは新しい iPad の名称を用いていたが iPad 及び iPad mini の発表に伴い使われなくなった。 わずか半年で新モデルが発表されたことから一部で混乱を招いた。第3世代 iPad には Wi-Fi による無線 LAN 機能付きと Wi-Fi と携帯電話事業者が提供する通信網である第4世代移動通信システムの両機能を搭載した2つのモデルがあり、日本では iPad および iPad2 と同様にソフトバンクモバイルより発売されている。 2016年6月14日に行われた WWDC2016 で発表となった iOS12 は対象外となった。よって iPad 2とともに iOS9 系が最終サポートとなる。iPad シリーズの3代目として先代の iPad により1年ぶりに発表、発売された。最大の特徴は2048,536ドットと 先代と比較して2倍の解像度を持つレティナディスプレイの採用と500万画素に強化され 1080p の HD ビデオ撮影が可能になったカメラ機能が搭載された。それらの機能強化に合わせて CPU を Apple A5X に変更。GPU が4コアになった。これにより iPad 2と比べて4倍のピクセルを動かせるようになった。また、 これまでの 3G 通信に加え、第3.5世代移動通信システムと LTE に対応し高速なデータ通信が可能となった。重量及びサイズは先代より若干増加、初代 iPad を下回っている。PC 接続及び充電は従来と同じ30ピンドックコネクタを使用する。第3世代の iPad はモバイル Wi-Fi ルーターのように利用できるて、 ザリング機能をサポートするが、日本を含む一部の国では、通信会社の機能規制により、テザリングが利用できない。第3世代が販売後も、先代モデル i p a d に1 6 g b モデルは、値下げして、継続販売された。後継機の第4世代が発表されると、第3世代は、製造を事実上終了したが、先代の i p a d には、販売を継続している。 これまでの 3G 通信に加え、第3.5世代移動通信システムと LTE に対応し高速なデータ通信が可能となる。アメリカ国内では、AT&T とベライゾンそれぞれの LTE 使用周波数帯を呼び、3G 通信規格に合わせたモデルが発売される。しかし対応しているのは北米の2キャリアのみで、それ以外の国では対応していない。このため、 口述するように、オーストラリアなど一部の国では名称などの対応をめぐって騒動となった。日本国内においても同様に LTE で使用している周波数帯や事業者の関係から LTE が使用できない。このため2012年3月時点ではソフトバンクが提供する回線は通常の2 1ヘルツ帯を使用した 3G ハイスピードで行われ、 同年7月25日より 900MHz 帯がサービス開始された時点で、ハスパでの通信が可能となる。なお、CDMA2000 で iPhone4S を販売している KDDI は CDMA 規格対応の iPad を販売するかについてはコメントを出していなかったが、後継となる4代目の iPad と iPad mini から参入することになった。番号なし化帳楽器の項目。 ありがとうございます。